いません。で、そうするとですね、で困らずにどうしたかというと、大学の授業で使っているところの今日のテーマに関係するところだけ引っこ抜いて、それをお示しするという、まあ、ということなので、大学一斉向きに作った資料ですので、ちょっと生ぬるくて甘いところがたくさんあるんだろうというふうに思っています。それはご用意していただきたい。で、最初はまあ兵庫県における災害の歴史というのは、本当ね、だから今日お見せするのは、A420 枚ぐらいの年表があるんですよ、兵庫県の100年間の災害史という。それをこう お出しようと思ったら、それがなくてですね、その要約版をだらだらと書いていますけど、これはお目通しをいただいたらいいというふうに思います。まあ、兵庫県は地震もすごく多いし、このあと風水害の話をします。風水害もとても多いし、それからその他諸々の災害もとても多いです。福知山線列車事故だとか、明石の鉄橋事故だとか、鳥インフルエンザから始まって、ある頃とても災害の多いところです。まあ、自然災害が多いのは、まあ、地質地形的な特質から来ているんですけど、まあ、少しそういう、どういう地震災害があったかっていうのは、この辺でざくっと見ていただいたらいいと思います。まあ、我々はとても重視しているのが、1925年の北谷川地震、豊岡、検索中心にした日が、そこで400名が亡くなっているとても大きな地震ですね。それを阪神・淡路大震災とは別に割重視している災害として存在しています。風水害はこれはまあ非常に多くてですね、今日は私がちょっと1938年の阪神大水害、これ700名の方が亡くなっている災害ですけれども、まあそれ以外には我々42年水害って言ってますけど、神戸大学の人がの影が全部崩れるということが起きた42年水害、その前に36年水害がありますけど、まあ、少しそういう、で最近はもう10年になりますけど、ここは台風9号とか言ってますけど、兵庫県の西予町で22名が亡くなって災害が起きて、水害は、まあ、特に六甲山が、田中先生詳しくはないですし、専門じゃないんですけど、まあ、六甲山の地形とか地質ですね、からが、まあ、一つの原因になって、非常に水害が起きやすい状況になっているということで、まあ、いろいろと起きていますよというようなことです。で、もう一つ得意なのが、まあ、先ほどちらっと言いましたけど、歩道橋事故だとか、福知山線だとか、から、まあ、私自身はそれとは別に、神戸の大空襲って1945年に来て、神戸で9000名ですか、9000名が亡くなっているので、阪神大震災の6000名をしのぐという意味では、とても大きな災害。今日この後ちょっと話をするのは、一応タイトルは昭和13年の阪神大水害の復興なんですけど、阪神大水害からの復興と神戸の戦災からの復興と阪神淡路大震災の復興、一連のものすごく密接に関係をしている、その連続性みたいなものののところにお話をしたいと思ってて、まあ、少しそういう意味では神戸空襲というのは神戸という表現にとってはとても大きな災害だったということだと思います。でここからがそうか、それとここもまた今日は坂本先生その他専門の方がおられるんですけど、ただ城崎温泉、豊岡も本当は報告すればいいのか分かりません。これは城崎温泉復興という、これは今から何年前ですか、30年前ぐらいに城崎温泉の西村さんの、書庫の中、倉庫の中に入れていただいて、まあ、あれこれこう記録だとか日記だとかそういうのを調べてやったんで、そこまで汗をかいてこの北谷川の復興を調べた、まあ、ちょっと城崎にもう一人こう歴史の詳しい人がいるので、その人には勝てないんですけど、多分そういう、まあ、そういうことで少し城崎の温泉を調べたと。でスタートラインはここなんですね。でこの原点は何かっていうと、僕は防災っていう安全だけを考えてやるのがここではないっていうことで、ここにアメニティとセキュリティの融合と書いてありますけど、アメコミセキュリティっていうんですけど、アメニティがあってコミュニティがあると結果としてセキュリティがついてくると、むしろそのアメニティ、自然とか歴史との融合だとかコミュニティと人のつながりだとか、そういうことを復興の基本に置かないと本当に復興にならないんだ。津波が来るからといって、その海岸を巨大な堤防で囲ん で海辺は危険だからといって 山のように逃げることが必ずしも復興ではない。それ本当の必ずしも逆にそれは本当の復興かというように思っているの で、その原点がこの城崎温泉なんですね。
で、まあ、この復興の目標というのは温泉復興と教育復興を2枚看板なんです。教育復興、今日坂本先生がお話しされるので、これもすごいんですね。教育復興はね、火事が起きて教室が全部もう本当にどういったらいいんですかね、一面の焼け野原になるんですけど、小学校の運動場、多分3日目だと小学校の運動場に巨大なテントを建てて、3日目のその焼け野原の運動場で小学校の教育が始まります。でかつそのやっぱ教育を中心に復興やるんだということ、その当時の町長さん、千島さんという町長さんが頑張ってるんですけど、まあ、その一つはその教育復興で、もう一つは温泉復興です。で、現在の復興ってどうするか、どう考えたかというと、温泉でもう一度かつての賑わいを取り戻すと。で、かつかつのような温泉ではなくて、その当時は湯治場だったんですけど、大阪から大量のお客さんを呼ぶ。最終的に飛行機も飛ばすんです、大阪から。で、まあ、飛行機も飛ばすし、まあ、基本的には福知山線の特急列車がどんどん来るという、まあ、そういう観光客の誘致も含めて経済的な発展を勝ち取らないといけないというのがすごく重要なこと で、まあ、湯東屋だとか三木屋と 西村屋というのは3大ボスなんですね、温泉の。そこが基本的な温泉の、まあ、その前からこの温泉の権限の論争というか、権限の分取り合い合戦みたいなのがずっと続いてたんですけど、こうみんなのものにすると誰でもが使える温泉にする。だから誰でもその旅館を作れば温泉客、湯治場の客が来て、で共同浴場に入って温泉を楽しめるというような、まあ、そういう意味で温泉復興というのを復興のスローガンですので、復興をもう一度で、そういう結論から言うと、木造の3階建ての旅館が焼けたからといって、今度は鉄筋コンクリートの旅館にしたらいいかと、そうではなくて、あえて木造3階建ての木造旅館街を選びます。最近ちょっと、最近じゃない、ついこの前山形の銀座温泉というところに行ってきてですね、これ話が長くなるんです。銀座温泉は大水害の後の大正の、2、3年頃の復興なんです。大正のでただ銀座温泉はすごいちょっとハイカラで、木造の3階建てとか4階建てなんですけど、洋風の少しタワーを入れた洋風というか、洋風欧米の建築の形式を取り入れた和風木造建築ですけど、その旅館街の川を挟んだ旅館街の街並みも木の先と全く一緒で、どちらも大正ロマンという大正時代の非常にロマン主義みたいなもので、木の先はそこまでやるお金がなくて、もう、まあ、単純な木造さんから建てる旅館街を作るんですけど、でもそれは火災で危険だろう、そんなものを作っていいのかというところの議論があって、それを、まあ、そこに、あ、そこ、そこは水害対策地震災害というのは融合しか書いてないけど、共同浴場、ちょっとこう後で続きますので、しかるべき防火災対策をしっかり講じて、大火が起きないように。でそれは不幸にもですね、2年前、3年前かな、城崎温泉で火事が起きまして、ワンブロック全部燃えてしまうんですけど、計画通りです。ワンブロックしか燃えないっていう、その防火の遮断帯のところ、これをきちっと火事が止まるっていう、そういうマッチを作って、まあ、大火を防ぐような取り組みをしています。この話って長くなるんですよね。で豊岡もとても面白いんですが、豊岡もとてもモダンな、多分日本で最初か2、3番目のロータリーという、非常にヨーロッパのロータリーを入れたような。豊岡はですね、不幸にもお金が続かなかったのと、政権が交代してですね、ですね、豊岡を地盤にするのが政友会かな。で、城崎県政会がなんかなんですね。でその政権が変わってお金がですね、城崎に流れて豊岡に流れなくなったということがあって、豊岡の方は途中で駐在をします。で逆に言うと城崎は、まあ、そういう後ろ政権の後ろ立てまっていくんですけど、当初はただ豊岡は東京大学から全面的に入って中央の考え方で復興をやります。で城崎は中央に反発するというか、まあ、兵庫県にも反発するんです最初。まあ、途中から兵庫県とはちょっと仲良くなるんですけど、行政と反発をして、そこのさっき言った西村屋というのが早稲田の出身で、友人の岡田慎一郎という建築の人たちがいて岡田慎一郎を呼んできてですね、こう内々に早稲田方式でやる。でだからその東大が硬くて早稲田が柔らかいというと、またちょっと一面的な評価ですけど、とても柔らかな、普通だったらこんな復興を考えるのかっていうような柔らかな復興をやったのが、まあ、木の先のとても大きなポイントだろうという。
今も城崎のアートセンターは、あれは早稲田出身の重村勉と呼んで、小倉先生がやってますし、あと早稲田の後藤先生とかも、今も城崎の建物は全部早稲田です。一部ちょっと京都大学の西山先生が作った地蔵湯っていうのが入ってますけど、基本的には早稲田、今も早稲田の流れ、まあ、そういうちょっとこう学閥っていうか、こう町づくりの考え方なんかも あれなので、その豊岡と城崎を比較してみると、これはまたとても面白いというのを思っています。で、まあ、今日の話は、まあ、少し写真からまずとても綺麗な街を作っているということですね。桜と柳をあれなんですけど、そこに流れているのは大谷川っていうんですけど、実はこの地震の数年前にこの大谷川が氾濫して、でその水害からの復興を始めようとしたところに大きな地震火災が起きたのでということで、水害対策も考えながら地震対策も考えないといけないということで、まあその、まあ、大谷川について言うと、少し掘り込んで、まあ、からそうですね、ちょっとだけ堤防が、橋は太鼓橋になっているんですけど、まあ、その河川が、まあ、同じ 雨が降った時には氾濫しないように、今からでいうと、またこの河川の断面では大量の水が氾濫すると思うんですけど、まあ、その当時は氾濫しないようにということ で重要なことは、そこの大谷川の五感ですね。ここに木の先もまたこの大谷川の良さは、ここに玄武洞という天然記念物の石が地震の時に壊れたんですね。黙って取ってきたのか、ちょっと不明なんですけど、勝手に取ってきた天然記念物が取ってきていいのかとか思うんですけど、地震で壊れたのでもういいだろうということで、それを全部持ってきて、ここは玄武洞と近くにはそういう 名勝地の五感の玄武洞の石が全部ここに玄武岩積んであって、とても綺麗な景色になっていて、そこに桜と柳を植えて、でこれちょっとこうかすかに見えてる木造3階建ての住宅、この川の川沿いに建設するということなんですけど、まあ、それだったら火災に弱いので、まあ、これ一の湯と一の湯とここです。ここは地蔵湯、曼荼羅湯とかあって、まあ、共同浴場は全部コンクリート作ります。これも岡田新規場です。曼荼羅湯も岡田新規場です。これが途中から作り変えたんで、今これ京都大学の 西山有造というか、この内輪の話ですね。西山先生のお弟子さんに湯戸屋に向こう入りをした人がいて、で湯戸屋ってここはこの辺、ここですかね、これも登録文化財ですけど、まあ少しそういう関係でちょっとその京都大学仕事で一番ありますけど、まあ少しそういうまあ、温泉が中心で、温泉は立派にして誰でも使えるようにする郷土浴場、それはコンクリートですね。これは昔の役場だとか、そういう公共施設、学校だとか温泉だけ、この黒いのは全部コンクリートで作る。でコンクリート並べて防火帯を作るっていう、だからここで火事が来たらここで止まる、ここで火事が来たらここで止まるという防火帯をこうきちっと作って、まあ、炎症遮断帯を、その代わりこの道沿いの建物は全部木造でやるということをやって、まあ、この景観が残されたわけですね。で多分今城崎温泉にいっぱい人が来るのは、温泉のお湯もいいんですけど、町並みの雰囲気がとてもいいということ でそうすると多分その時にコンクリートの町を作ってたら今の人間があったかどうか分からないので、まあ、少しそういうまさにアメニティだとか景観だとかということを安全と両立させながら作り上げたというところがとても重要 で、まあ、でかつその みんなのためにという考え方がとても、まあ、教育復興もそうなんですね。子どもたちの教育重要だし、から温泉をやっぱ地域社会のためにみんなが使えて賑わいを作るようにということで、そのシンボル的なところはこうモダンなコンクリートの共同浴場を作るというような形で、まあ、やっていく、まあ、そういう考え方が、まあ、すごく参考になるなということで、ちょっと、まあ今日の本論ではないんですけど、少し本論ではないんですけど、この阪神大水害からっていうか、まあ、私の一番今日の話のテーマは25年前の阪神大震災の復興で水と水の自然景観を生かしたプロジェクトをいくつも提案したんですけど、ことごとく失敗をしています。一部残っているのはその松本通りというですね、兵庫区のところの
せせらぎの水路が流れていまして金魚が泳いでいるところ、から ここにちょっとハット神戸の中に一部ビオトープができていて、井戸水を使ってそのこうし、その辺の植物で水をやってカエルだとかトンボを飼っているようなところがそれぐらいなんですね。本当阪神大疎水構想で淀川の水をずっと六甲山の山麓に引き込んできて、でそれを阿弥陀仏のようにこう、あ、その今までのというかこれもそうですね、水害復興と戦災復興は北から南に流すだけだったんですけど、傾斜がものすごくきついので水はほとんど一気に流れてしまうので、一応その河川のを作ってるんですけど、水はそんなに流れてなくてですね、それから水の恩恵には受けることはできないので、阪神大震災の時は東西に流す、阿弥陀仏のようにゆっくりゆっくり流して、東から西に流して、西に流したやつがまた東に行ってということで3往復ぐらいくるくると回って瀬戸内海に流れ込むような疎水とせせらぎの構想で作ったんですけど、でそれは全てこの阪神大水害戦災復興の流れを受けているんですね。でそもそもその河川緑地を緑の公園にすると、でこれも阪神大水害の後で言うと、この土石流が大体100メートル幅で土石流って流れてくるんです。まあ、土石流っていうか大きな石とか土砂みたいなものが、まあ、元の川じゃなくて別のところにはあと水が流れてするんですけど、でそういうことで100メートル の, その河川緑地を作ることによって、その河川の氾濫とかそれに収めていこうという、まあ、いわゆるその川の断面だけで土砂を吸収するんではなくて、そうい こうスペースの広がりで土砂を吸収するということと、で単に防災だけではなくて、そこに緑の紅葉っていうのは公園ができて子どもたちが遊べるし、から町の景観も良くなるし、から自然の気候も緩和されるっていうことがあって、まあもともとはシカゴ大火の後でアメリカで生まれたパークシステムっていう、まあこれは日本でいろんな函館大火から全部影響を受けてるパークシステムの考え方を発展させて、神戸にはこういう緑というものを使ったその復興計画を作るという、そのそもそもまあその最初はこの1938年のその阪神大水害だったの でその流れをずっとこう組んでいって、戦争、まあ、まさにこの阪神大水害はこれも戦争中で、阪神大震災が1938年というのは、国民総動員法が出て1年前にもう中国に侵略をしているということです。だからまさにそういう第二次世界大戦の最中にこの阪神大震災が起きているので、結局この時の復興計画はほぼ実現できないというか、まあ、その 100m 道路構想も頭から否定をされます。東京大学の幸田先生というのが盛んに 100m 道路案という復興計画の委員会で演説してるんですね。ちょっと阪神大震災の時に僕が兵庫県の復興計画委員会で演説してると一緒で同じように無視されます。無視するんですよ。僕の時違うんですよ。この国も出てきてね、本当疎水構想の委員会も作ってもう絵まで出来上がったんですけど、最後いつの間にかですね、国が何も言わなくなってやめても宣言してないんです。つながなくなって結局うまくいかなかったんですけど、それが阪神大震災の時も一緒で、まあ、戦時中ということもあってできなかったんですが、その時の発想が、まあ、復興の計画っていうか、まあ、少しこれも多分